4番と6番の2曲です、もしかしたらお聞きになったことのある方もいらっしゃるかもしれません。そして後半につきましては、青春時代の懐かしい曲なども、紹介を歌っていきまして、一番最後、歌の翼に、これは歌曲なんですけれども、割とはみんな皆さんに聞かれているし、どこかで歌ったことのあるような曲をお聴きいただきたいと思います。ちょっと調べましたら、近鉄特急の近鉄奈良駅で到着とか発車の案内でこの歌の翼が流れているそうです。今回調べて初めて知りました。それでは岡崎先生、よろしくお願いいたします。
Thank you.